中国の今年前半の経済成長率は去年の同時期に比べて 1.5% 下がりました。これについて専門家は、政府がインフレ抑止のために取った金融引き締め策のため中小企業の資金繰りが困難になったと政府のやり方を酷評しました。当局によると、今年前半の中国の経済成長率は 9.6%、 去年の同時期よりも 1.5% 下がりました。中国の輸出の伸びにもすでに陰りが見えています。消費に関しても3月以降毎月下降傾向が続いています。これは政府の取った金融引き締め策が背景にあると専門家は指摘。下半年会略差一点，高增长当中呢，有一定的通货膨胀的压力，货币政策方面造成了利率比较高，中小企业经营很困难。结合这两个方面的原因呢，今年下半年的经济状况呢，不会比第二季度更好。程日宇表示，中国の中央銀行はアメリカとは違い、通貨政策で取れる選択肢は限られているとも指摘します。中国的外汇储备太多了。中央银行没有能力，手里没有国债可以买卖，所以三大货币政策工具只剩下准备金存款。可是众所周知，通过调整存款准备金来调整货币政策的松紧，是一个非常糟糕的政策，没有什么经验可循，而且准确性也比较差。这是中国面临的一个特殊的条件。中国の経済成長の減速は予測を超えていたとする専門家もいます。貸し出しの基準を緩めるなど、もっと柔軟に対応すべきだと訴えました。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。